歌にもなっている格好はかなり胸クソ悪い子育てを行います。そもそも自分で子育てしません。他の鳥、ホオジロやオナガなどの巣に卵を産み、その代わりに一つ巣にある卵を捨てます。そしてその鳥に自分の子供の餌を取らせ育ててもらうのです。しかもその他人の巣で帰ったカッコウの赤ちゃんは本能で自分以外の卵をすべて巣から落とすのです。そして他人の巣を完全に乗っ取り餌を独占するのです。自然界のことなので仕方ないですが、子供が全然別の鳥になっているのに気づかないのもどうかと思いますね。